お疲れ様です。お疲れ様です。で、3人ともペットを飼ってないんだよね。飼ってないですね。飼ってないですね。実家では昔飼ってました。あ、そうなんだ。え、イブの部屋にはなんかペットみたいな男性もいないの？いないです。あ、飼ってない。はい。あ、そう。飼われちゃえばいいじゃないですか。どう、ね、ちょっとペットにはできないですね。食費、ペットフードものすごいかかるけど、どう？いやだ、癒されもしないし、お金もかかるし。結構癒すって。癒されない。意外とペットフードこうやってカリカリカリってカリカリカリって可愛く食べるかもしれない。やだやだ。ダメ？いや、ダメです。頑張って癒すよ。いいです。今日もお疲れ様とか言って。大丈夫です。犬より絶対話が通じるよ、俺。そうだ、そうだでしょうね。うん、うん、大丈夫です。大丈夫です。え、二人は犬派猫派飼うんだったら？うち、昔実家飼ってた犬で、犬派っすね、僕は。うん、山田は？まあ、好きならどっちも好きなんですよ。飼うなら猫ですね。うん、猫か。うん、猫欲しい。え、それぞれなんで？え、どうだろう。まあ、猫を飼ったことはないっていうのもあるし、うんうん、で、家の周りではこう、なんか放し飼いじゃないですか、猫って。で、うん、いろんなとこにいて、あとあの発情期の声が怖い。赤ん坊が泣いてるみたいね。そう、人間が泣いてると思って最初。あ、それ昔思った。隣の家との隙間からその声が聞こえてきて、うん、隣の家に赤ん坊がいて、うん、その赤ん坊が落ちたんだと思って、うん、家の間に、はいはい、ものすごいバン窓開けてバッて覗き込んだらニャーって走って逃げてって、うん、ごめん邪魔したっつって。そう、確かに。で、なんで猫がいいの？まあ、自分の今の生活スタイルだったら犬よりも猫かなって思うんですけど、なんかどういうこと？なんかやっぱり犬って賢いじゃないですか。うん、その分猫ってやっぱりマイペースで自由だから、うん、うん、猫かなって、本当そういう理由です。あ、生き物的には猫の方がちょっと優れてんだよね。あ、そうなんですか？あ、そうなんだ。あ、猫はさ、ほら皮膚呼吸とかできるから温度調整がすごく得意なのね、うんうん、猫は。あ、はいはい。犬はさ、ベロからしかこう温度調整ができないから、うんうん、あいつは大変なんだよね。歯入ってますもんね。うん、汗かかないんだね、犬は。マツさんどっちなんですか？俺、皮膚呼吸できるよ。違う。そういうことじゃなくて、うん、その、あ、犬か猫か。俺を飼ってくれアピールはもういいです。そうなんだ。犬か猫か。飼ってくれるの？飼わないです。ああ、うんうん、つったからいいのかなと思って。多分いい番犬みたいになると思って。犬か猫かっつったら犬かな。犬派。あ、犬派だ。すげえでかいの飼いたいもん。ああ、飼うなら馬みたいな犬とかいますよね、確か。それ馬じゃないの？犬、犬、犬。めちゃくちゃでっかいやつ。グレートデンっていうのが多分世界最大って。ああ、犬の手が女の人の顔よりでかいぐらいの手の犬です、グレートデン。なんか上に乗ってみたいですね。犬だったら乗るかもね。あ、背中の方にってことですね。びっくりした。オスの上に乗ってみたいって言ったこと。ああ、そうだよね。いや、馬みたいに乗ってみたい。ああ、そういうことね。いや、犬派猫派ね、小型犬もいりゃ、うん、大型犬もいりゃ。猫はそんなに大きさに差がないよね。小型猫、大型猫ってそんなにいないもんね。確かに太っちゃったとかはいるけど、うん、ね、猫の種類ですげえでかい猫とか、うん、あんまないですね。あ、そうなるとトラとかになっちゃうのか。猫か、うん、まあ、別の生き物ですもんね。あ、いや、もうぜひこれ見てるあなたの犬派猫派、飼うんだったら猫でも何々猫とかね、何々犬とかね、うんうん、ちょっとあなたの好みを聞かせてください。もしくは竹山さんの飼い主も募集してますね。はいはいはい、飼い主大募集、いやー。